ばんは。お水。ハートありがとう。こんばんは。やっほー。タコちゃんありがとう。皆さんこんばんは。ね、29、30、31、123 123ミラボールありがとう。こんばんは、こんばんは。ハートありがとう。ありがとう。金魚ありがとう。レインボースターもありがとう。化粧品の CM 出てきそう。化粧品の CM 出てきそう。ええ、何のだろう。今日のくるみ、え、ラーメン美味しそうでしょ。めっちゃ美味しかったんだよね。ね、台風なんかゆっくりになってるの？ね、みんな周年のね、出てくれて、だからよろしくね。リハーサルまだなんだけど、いっぱい覚えていっぱい練習頑張ってるくるみを応援していてください。くるちゃん何のラーメンが好きなの？くるみちゃんは細い固めの塩ラーメンが好きです。今日食べたな、味噌。クレミのメイクレシピみたいです。え、これね、他の方にも言ってもらったんですけど、まだ X とかに載せる勇気ないからバブルに載せようかなとか思ったり、バブルでリクエストもらったからバブルに載せようかなとか思ったり、需要あるのかなと思ったりしてるけど、一旦作ってみようかなとも思ってます。見たいって言ってもらったからね、ありがとう。見たいって言ってくれて。ゆっくりになってて、名古屋は今週末やばい。今週末なんだ、名古屋は。なんか31ぐらいがまだこっちの方にいた気がしたから、でもちょっと分かんないよね、どうなるか。亀井戸籍あり当たりました、おめでとう亀井戸さん。嬉しい、久しぶりの亀井戸さんもね、めっちゃ久しぶりだよね。嬉しい、可愛く撮ってね。可愛く撮ってね、よろしくね。くるみもメイク頑張るね。髪の毛何にしよう。あ、クラミー専属亀井戸で頑張ります。え、嬉しい、ありがとう。どこか教えてね。前会ったのはね、なんかすごい、前会ったのはサイリウムを
あれ、はっつけてくれてたのかな、どうやってくれてたんだろう。ここにいるよみたいなのを教えてもらってた方もいたので、またぜひ教えてください。あ、セーター靴届いた、ありがとう。豚骨と魚介だったらどっちが好き？豚骨早い、豚骨。本当？バブルで乗せてみようかな。もちろん周年婚納涼うちわの応援可能ですか？可能です、ぜひよろしくお願いします。しかも周年のコンサートってうちわないしね、ぜひぜひいっぱい振って、いっぱいいっぱい振ってください。いや、わかんない、メイクレシピって簡単に編集できるの、わかんない、どうなんだろう。写真選んでた、何にしよっかなって。カメコ席3日間だけ3日間申し込んだけど日曜日だけ当たりました。おお、ありがとう、おめでとう。嬉しい、アクスタ購入したよ、ありがとう。生誕ティー、台風の影響で配送配達未定になった。そうなんだ、なるほどね、そうだよね、そういう場合もありますよね。まあまだ生誕とかはまだ発表されてないから、まあ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 、無事届きますように。あとありがとう。そっか、鉄のとかも4日、大丈夫だと信じてるけど。センチュリーでの思い出は、センチュリー去年のリカワと周年で初センチュリーだったので、去年のリカワとセンチュリーリカワと周年が初センチュリーだったから、それですね、確か。え、何？そうです。9月4日、2ヶ月ぶりのクルミなんで、なくならないで、あー、なくならないでほしいよね。私も鉄な、なんか最近鉄なはあるのかな、私もなんかちょっと久しぶりだから、なくなってほしくないな。しかも誕生日の次の日ですね、あるといいなと願ってます。願ってます、私も。そっか、リクアワとリクアワと15周年が去年なのもやばいけどね、なんかもうそんな感じしなくない？もうなんか一昨日ぐらいのか、一昨日は言い過ぎた、先月ぐらい、先々月ぐらいかな。あと、ありがとう、金魚ありがとう。
もうそれぐらい本当に最近に思う。リカバと周年、なんか本当に最近、もう1年経ってることにびっくりしすぎてる。もう1年、本当にもう1年。モーニングエスケープも去年だったね。モーニングエスケープ去年なの？え、そっか、去年なんだね。去年はでもなんか感電中は周年とかリカワがお披露目だったから、懐かしい。感電中やったよね。感電中やりまして、感電中やりまして、何やりました？オレンジのバスとか歌ってたりとかしましたね。ね、乾電中初披露やばい、去年なんだ。亀戸関あたたくるみ目線ちょうだいね。オッケー、どこにいるか教えてね。金魚ありがとう、ハトありがとう。乾電中去年か、リカは楽しかったな。リカは楽しかった、なんか初めてのリカはもうどんな感じかもう手探りだったけど、めっちゃ楽しかったです。金魚ありがとう、ハートありがとう。ね、ひな壇めっちゃ楽しかった。めっちゃ踊ってた。しかもめっちゃ乗ってね。くるみんリクアワか、何が1位になるだろう。自分が出た曲とか自分が参加している楽曲が1位になるのか、それかもうめっちゃ普通にただただ好きな曲が来るのか、どっちだろう。なんかあれがしたい、あれがいい。私が今までやったことある中とか、みんなが好きな曲でくるみがやりたい。くるみがみんなのやつの順位で踊りたい。ハートありがとう。一年でこれほどくるみん沼にはまるとは。いらっしゃいませ。そういえばくるみリカワの最後に一人だけとことこひな壇に来なかった。え、一番最後、最後とことこひな壇に来なかった。上手下手どっちだろう。難しい曲選んじゃうよ。難しい曲ってなんだろう。確かに今まで何曲やったんだろう、何曲やったんだろうね。グローリー、
応援のポジティブシンキング、めっちゃいい曲だよね、わかる、大好き、めっちゃ聴く私。でもやったことないんですよね。私を連れてて、花火ありがとう、だるまありがとう。可愛い系もかっこいい系もできるからな、迷う迷う。あー確かに枯葉ね。ダチョウキラスキウィンブルドンも入ってほしい。いいですね、ダチョウキラスキウィンブルドン、いいですね。尋常川投票に入るかな。もちろん 大切な曲ですから入れましょう。3位発表の発表前にくるみ一人だけひな壇にいたような、神手だったかな、私一人だけだった、嘘、私一人だけだったっけ。え、見てはいました、神手で、私一人だった、一人で見に行く勇気あったのかなそっち、一人で見に行く勇気あったから行ってるのか分かんないけど、行ってたら行ってると思います、見たかった雨のピアニスト、雨ピね、最近なしてないからね。じゃ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 、オレンジのバスは感動しました。あのサイリウムがオレンジになってて、本当にもうなんか素敵だなと思いながら歌ってました。嬉しかった、歌えて。君のカップリングイズ、ララ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 。わかる、なんか。いっぱい色があると嬉しいもん、サイリウム、なんかなかなか統一のって見る機会少ないから、まあその中でもあのくるみのサイリウムを振ってくださってる方とか、メンバーのサイリウムを振ってくださってる方もいたんですけど、すごいオレンジいっぱいあってすごいって思って歌ってました。パジャマドライブやった、パジャマでドライブ、月明かりを満ち案内に、やりましたやりました、こんな時間からどこへ行くの、秘密のデート、すごい覚えてる私私はすごい踊れる、まだ多分知らんけど知らんけど、ありがとう、金魚、サイリウムとレインボースターとハートの花火もありがとう。パジャマドラ、パジャドラ、パジャマうわスリッパだから、スリッパだから本当に飛んでいかないか怖かったし、滑りってこけないか心配でしたね、はい、よかったです、つるっていかなくてセーフ危ない危ない。そうスリッパってね、なかなかねスリッパで踊らないからさ。ハートありがとう。
花火ありがとう。ドカーン。そういえば昨日の公演なんかね、私いつも結構筋肉痛とかにはなるんですけど、最近湿布を使う機会の湿布を使う機会があんまりなくて、おー調子いいねってなってたんですけど、昨日お寝る前におってなって、寝る準備してて寝る前にこれは明日が危ないと思っておーってなって、久しぶりに湿布を貼って寝ました。そうなんか予感した、明日足を動かせてない予感がして朝洗顔するためにこう泡立ててる時にここら辺が痛くて、ここも筋肉痛で、マイク持ってるの左手なのに右のここが筋肉痛で、えっと思って足は湿布貼って寝たからまだ大丈夫なんですけど、まだね、まだ大丈夫だけど、ここが痛くなっちゃって、こっち大丈夫なのにこっち痛くなっちゃって、どんな使い方したんだろうって思いながら洗顔しました。そうなんだよね、筋肉痛はねしょっちゅうなるの、めっちゃしょっちゅうなるんだけど、なんかずっと湿布使わなくてよかったのに、最近なんか昨日なんか使いました久しぶりのポジションみんな気づいてくれたのかな、ちゃんちゃんちゃんで出てくるときにみんな気づいてって思いながらでもなんかたまにたまにっていうか最近その頭の一列だけ立ち位置が違くて、自分のポジションにその日のポジションに戻るみたいなこと結構あったから、でもいつもって逆の方行ったから、昨日はみんな気づいてって思って踊ってた。ルーズコントローブルもみんないるよって思って踊ってたそうだよね、でも最近横浜いなくても後から出てる時とかあったから、くるみ出てきてるよって思ってたあー、いつものところに他の子がいて気づくのある、ある、なるほどね、なるほどなるほど、本当にいつぶりだろうっていうぐらい割と久しぶりだったし、ルーズコントロールの初めの振り付けとか、あ、え、本当お覚えてるんだ私ってびっくりしたぐらい久しぶりだった気がする。昇格してから横浜だったから、もう本当に5月ぶりとか3ヶ月ぶりぐらいでした。ただいま、すみません、充電しました。まずはくるみ探すから。分かった、嬉しい、ありがとう。で覚えてるもんなんだね。まあ、あの練習はしましたけど、あ、覚えてるって思いました意外といけたって思って思いながら踊ってました。あ、昨日くるみのキラスキお初だったよ、嬉しい、ありがとう、お初くるみキラスキ長かったお初くるみ
くるみキラ好き、ありがとうございます。じゃじゃーん、そっちの世界はどうですか。髪型の名前は分かりません。私もあれが何ていうのか分かりません。ハーフアップでお団子にしてもらいました。次は何をしましょう。まよっちゃん、キラキラキラ好き。くるみ見に早く入らなきゃ、昨日入れるはずだった。あ、そうなんだね、待ってるね、青紫で待ってますね。いや、私がハーフアップでお団子したいですって言いました。いろいろ迷ったんです。ハーフツインにしようか、ハーフアップにしようか、なんかちょっとアレンジのあるやつにしようか、いろいろ迷ったんですけど、ハーフアップのお団子にしてもらいました。わかります、私も全部のユニットがしてみたいです。とてもいつかできる時が来るといいな。ドカンドカンいうポジション好き、ドカンドカンでややこい。ところで幕張こっそり会いに行くんだけど、クルミはお口はほにゃるるですか、星になっちゃってますね。なんだろう、お口は、お口は、お口はなんだろうかな、公園はではできない髪型もある。公園ではできない髪型って何があるだろう。でもなんかそのいい子、あの K2 時間がないみたいに帽子をかぶるとかでなんかないから、私は何かなさそうです。夢を叶える場所ですからね、髪型も叶えてください ます。髪型も叶えてくださいます。ミクさんが三色団子、ピンクと緑と白、黒消えた。みんなびっくりしちゃう。またチームイコア見に行きたいな、あとくるみが出てる鉄の見に行きたい。嬉しい、待ってるね。待ってるね、鉄のね、鉄の大好き。硬いか、お口硬いと思いますよ、知りませんけど。なんか自分で硬いって言うと硬くないみたいに。セーラームーンね、セーラームーンやってみたい。どうだっけ、こうかこうか、シャキーン。タコちゃんありがとう。制服の目ね、制服が目を出すよ。私も制服の目好きなんですよね。制服の目のくるみも見たい。制服の目ね、私も忘れないうちに出たいです。頭の片隅にあのずっといる、残しておくので、いつか出れるように願っててください。よろしくお願いします。私はとてもとてもあの狼とプライドがやってみたくてですね、あなたが散れたい、やってみたいんです。でもあの結構思い出以上と、まずは枯葉をさせていただいてたので、サンドされてて、まあ思い出以上
うん、枯葉はやできるのかな、枯葉はできるか、狼結構思い出以上にのなので、なかなかする機会がなくてですね、狼したことはないんですけど、実は狼やってみたいっていう願望だけショールームで伝えてみます。はい、伝えてみます。ぜひいつかくるみちゃんが狼してたら、くるみ狼来たっていっぱい喜んでください。よろしくお願いします。バレて困ることしてないからセーフ、みんなお仕置きされたくなっちゃうやつ。バレて困ることしてないくないの知ってるよ私。月に代わってお仕置きよ、レインボースターありがとう、お花ありがとう。今まだ公演5公演全部頭に残ってる。ケツは割と昇格してからも出てたから大丈夫、鉄道も大丈夫、制服の目も多分大丈夫、 S は大丈夫だと思う。信じてる。第6回じゃじゃじゃ、恋のサプライズ、予感が当たりすぎるとちゃちゃちゃ、神様しか知らない、あてかわかんないけど、ちゃ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 、めっちゃ覚えてる。オオカミとプライダー誰と、誰だろう、誰とかいいかな。昇格してから制服の出たの1回だけかも。しかもスクランブルだよね、私出たのスクランブルで1回だ気がする。クルリーナかな、クルリーナかユークルが今パッと思えてきました。ぜひいつかできる日を皆さん願っててください。よろしくお願いします。あーこっちゃんね、確かに同い年だし、なんか身長高い組だし、あっシェーターって受け取ってきたら遅くなりました、ありがとう受け取ってくれて。みんなが来てるの楽しみに、でも昨日の公演で来てくださってた方もいて嬉しかった、ありがとう。セカンドビーヤーか、僕らはもう子供じゃないんだ、自分の足で歩こう、いけるんじゃない、ミーニングボールこう持っていいの片隅、すねながら、いけるんじゃない、
ちいちを確認し直したらできるかもしれないポジションによっては最後の方は私多分結構固定だったからいけると信じてます。ダチョウどんなんだっけ。うそつきね、ダチョウは当たり歩いたり、いいやつアピールしてしてるけど分かんないです。覚えてるか分かんないけど覚えてると信じたいっていう感じ耳比喩でいろいろしたいですよね。私にも怒ってくれていいんだよみんなくるみだけでしょ、みんな、ねえねえ、みんなくるみだけでしょ、くるみ一番でしょ、そうだよねみんな「わがままな流れ星もうたいぶってる間に」やりたいな。衣装かわいいよね。インボイスターありがとう、花火ありがとう。ね、僕らはもう、いやー懐かしい、いややりたいよ。詩人とかもあったしね、すごい。千秋楽昼よりポジション違ったんだっけ。そうなんですすごいよね。いや褒めて、みんなぜひぜひとも褒めてあげて。もうちょっとあれだけどもうちょっと前の話だけど、そうなんですよ。ウィアーが終わって制服の目になるっていう、ウィーアーの千秋楽、お昼と夜どこと星でどこのポジだったかちょっと覚えてないけどポジション、あ、覚えてる、昼がリカさんかな、夜アナ散歩時かな、まあ2個したんですよ。しかも間練習する時間なかったからそれまでにいっぱい確認して、そんなこともありましたね。あれ、みんな星いっぱいになったり、なんか結構棒読みなさ文字になってるけど、そうだよね、くーちゃんが一番、みんなくーちゃんが一番だよね、よろしくねくーちゃんだけだよね、そうだよね、ありがとう。くるみ言えない、ありがとう、くるみすごい、イエーイ、天才、イエーイ、褒められて伸びるタイプだから頑張ろう。ウィーアのセトリ覚えてる？チャイラブ、子犬、ウィニング、思い出以上、ダチョウ、あれなんだっけ題名、なんて私やったことないんだよねあれ題名なんだっけ、めっちゃ待って、めっちゃ歌詞好き、なんだっけ、え待って本当に忘れた、ココイチだ、ありがとうココイチ、今君、ダウト、詩人、すねながら、ないすねながら、なぎさ、水のないプール、
ピノキオ軍、ウィアピノキオ軍、強がり時計、ウィア。よし、ここ一か、ここ一、ここ一です。ココイチやってみたいな。ここで一発勝負しようよ、やっと巡ってきた大きなチャンスだもん。ここで一発勝負しようよ、もし失敗したって失うものないよ。おまけ。ココイチってなんであんな歌詞素敵なんだろう。てて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 てなんかココイチのあのリボンここにつけてたやつをつけてみたかった。めっちゃここにリボンつけたかった。そっか、嫌でしたね。そう思ったら去年の生誕は私まだウィーアンだったんで、そう、私研究生で2回生誕やってるから去年ウィーアンだったんですよね。ハトありがとう。なんかさ、今日さクーラー入れずにやってみてるんだけどさ、なんか喋ってる1時間もうちょっとで1時間喋ってると熱くなってきちゃった。いいでよ。ハトありがとう。なんか基本さ、わかんない、わかんないけど基本なんか花冠を2回目みたいなのを、あの2回目のパターンが多いから、すごいなんかに花冠増えて嬉しかったし、なんか今年の瀬田さんも楽しみだな。まだないですけどね、予定出てないけど、私も知らないけど。で今楽しみにワクワクしております。メンバーした、ありがとう、つけた今。なんかいけそうだなーって思って、朝とかもいけそうだなーって思ってたけど、やっぱあるあるいいですね。でもなんか最近もうピークの時はもう暑すぎて、朝暑さがピークの時は本当に暑すぎて、扇風機をタイマーにせずにもう起きてから止めるっていう風にしてたんですけど、もう昨日はタイマーにしました。タイマーにして途中までにした。起きても全然大丈夫だった。ちょうどよかった。嬉しい、照明当たったよ、ありがとう。楽しみだね。もうすごいみんなが周年当たったよって言ってくれるのがなんかなんて言ったらいいの、そのさ、当たった嬉しいのをもう最近本当にもうなんて言うんだろう、こっち側で身に染みて感じてるから
あのもう本当に私も嬉しくなる宝塚で当たったとかの同じじゃん多分感覚がさ。だからさ、なんかもうこっちも嬉しくなるありがとうね、クーラーいつまでつけよう。私も結構もうそろそろかなとか思ったりもしないでもないけど、でもだいぶねマシになったよね。もうなんかちょっと今までその UV カット的な感じでちょっと涼しい、着てたら涼しいあのやつとかを羽織ってたんですけど、もう終わりましたちょっと分厚くなりました。私劇場とか特に全然それで過ごせると思って、そう過ごしました。昨日はえそうだよね、いいのトレーだった時売りすぎて家で変な踊りした。わかる、私もねこの前もうちょっとあのもう本当にあのもうすぐあのお母さんに電話しちゃった嬉しくて結局あの取れると思ってたやつが取れなかったから結局いけないんですけどその取れなかったって知るまでの間このほんと約2分幸せなことがありました。約2分幸せでしたいけなかった結局全然取れなかった、まあ、そういうこともありますよね、はい、そういうこともあります。全然除湿しか使ってない。なるほどね、雨とかがね。当選通知はだいたい仕事中なのでいつもデスクでニヤニヤしてます。なるほどね、そうだよね。もうそんなんさ仕事中に来たらさもう仕事はかどりまくりじゃない？めっちゃ嬉しくない？もう仕事もうめっちゃ頑張りますってなる。私まだ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 練習頑張りますってなるあと何時間できますって思う。自主練とかしてる時だと逆に仕事どころじゃなくなるんじゃない？え、私はかどるタイプだと思うはかどれちゃう。なんかお仕事も好き、なんか好きだからなんかもう倍増して、例えばこう、いやまだ経験してないけどね、劇場前にもし行けるあのチケットとかが当選したってなると、まだ経験してないですけど、もうそのこの仕事が大好きだからお仕事してるだけで幸せなのに、もうそれだけでもう幸せが倍増して、もう多分すごいすごいことになると思う。どうしたのくるみちゃんくるみちゃんどうしたの。もうツインテールもこんなんじゃない、こんなとこでしてると思うもうこんなとこでツインテールなんかできません。もう足りない、ここここね、ここ、こことここ、もうくるくるコロネとかじゃない、もうもっともっとくるくるまあでもいろんなあれありますからね。そう、角になる。なんかくるみはやっぱみんなに会えたりとか、みんなが見て、まあ、映像とかでもみんなが見てくれるから、もうなんか
すごい。みんなにも伝わるぐらい、もうツインテール触覚だね。触覚に、そう、触覚になると思う。心配になる。あ、そういえばみんなに見てもらえるといえば、あのカジケン、未完全とカジケンさんのコラボの、あの、あと何日の動画が未完全 TV の YouTube にも上がってて、全然気づかなくて今日さっき見つけて、ありがとう。コメントしてくれてる方もいて嬉しかったです。ありがとうございます。今更なんですけど、ぜひ見てください。ぜひ見てください。あ、そう、私17日担当です。セブンティーン担当なので、皆さん見てください。いっぱい拡散してください。くるみかわいいよーっていっぱい言ってくださいね。よろしくお願いします。あとチームイはね、ホルモンとか、制服の目じゃない、制服の目じゃない、ニンニクの目だが入ってるので。お、チームイのトッピング一番好みでよかった、嬉しい。あ、苦手、この機会に克服できるかな、ぜひ。ぜひ食べてみてね。あ、TikTok にも上がってるんだって。 TikTok にも上がってるみたいなの見てください。未完全 TV の TikTok かな。ありがとう、教えてくれて。セイクの目じゃない、ニンニクの目。ぜひ、私も早く食べたくて、ね、そうです、久しぶりの縁日、本当に嬉しい、本当に嬉しかった。した時、はあ、縁日だって思ったので、楽しみですね。皆さんぜひ遊びに来てください。キッチンカーが出るのと思うので、皆さんニンニク、あの公園麺に、あ、ぜひあの脳でよろしくお願いします。私その公園出ないので、はい。ちょっと初めて知りました、その公園、はい、そんな公園あるんですね。私はちょっと出ないでおきます。くーちゃんニンニク好きだっけ。ニンニク好き嫌い、好きとか嫌いとかあんま思ったことないですね。知らない間に食べて、知らない間に食べてなかったりし、食べてない、食べてなかったりみたいな。あんまなんかこれがニンニクですって思ってあんま食べたことがなくて、だからちょっと分かんないんですよね、くるみちゃん、あんまり。でもなんかやっぱ試食でニンニクとか背脂とか入れると、あ、全然違うって思いました。なんかニンニクを、ニンニクって思って食べると、あ、違うんだなって思って、背脂美味しかったです。だから餃子とかにニンニクとか生姜とか選べても何でもあんま変わらない。変わらないというか、わからないが正しいんですけど、いや、ニンニク自分で作った時は入れたか入れたか覚えてないんですけど、多分レシピ通りに入れたから、おばあちゃんの入れたけど、あんまり分からなかった今まで。でもなんか試食の時に食べたら、
本当背脂びっくりした、美味しいと思って。特にニラたっぷりは餃子ですか。はい、もう餃子はね、もうニラとあのひき肉大事です。ニラが入ってれば入ってるだけ美味しいので、はい、ニラ大好きニラ大好きです。やっぱニラ餃子が一番だと思ってるので、ニラの焼き餃子が一番です。一番美味しい一番美味しいと私は思ってます。勝手に好きです、好みなんかキャベツを入れるたら水が出てくるから、やっぱニラオンリーにするのが私は好きですね、餃子は。はい、そんな感じです本当ありがとう。ねえ、ちょっと餃子作りたいね。あー、白菜ね、白菜も確か入れたことある。なんかニラってな、夏とかあったかい時期じゃないですか、結構盛んになるのが。だから冬とかになると白菜も入れてたのかな。そうキャベツとかそういう系をで作ってくれる時あるんですけど、すごい水抜きしなきゃいけないから、私はね、私の好みの問題私の好みの問題なので、はい、全然あのキャベツ入ってても美味しいんですけど、もしできるのであれば、可能であればニラ大量だと美味しいです。はい、もう焼き餃子が大好きです。もう焼き餃子、アイラブ焼き餃子まあ揚げもあの水餃子も美味しいんですけど、やっぱりやっぱここは焼き餃子でいかしていただきたいところでございます。はいはい、制服の目は入れません。制服の目は入れないでおきたいと思います。え、待って、コメント消えちゃったんだけど、どうしたらいい。え、待って、え、コメント消えたんだけど。お、戻せた、よかった。あ、くるみちゃんのお好みのタレはですね、醤油とお酢を5対5で混ぜるんです。若干お酢を多めにしたりもします。はい、美味しいです。あ、よく焼き、わかります。私もあの、まあ、餃子とか、まあ、焼けてればいいんですけど、あのお肉はよく焼きが好きです。はい、よく焼きぐらいが好きです。あ、羽根つきですよね、羽根つきパリパリあ、私浜松餃子食べてみたいんですよ。これまた美味しそうですよねあと津餃子もうめっちゃ食べてみたくて、はい、食べたいです。いつか食べれますように願っててください。あー、餃子そうですね、まあ、外で食べる餃子も美味しいですよね。家で食べるのも好きです。食べれれば美味しい、餃子が好きって感じです。はい、ラー油は入れないです。ラー油は、あ、羽はまあついてたら羽つきだってなるし、ついてなくてもいい餃子ってなります。あ、そうですね、今日は肉の日、くるみはチャーシューを食べましたチャーシューを食べました。あ、そうですね、はい、久々に餃子話来て嬉しい。そうです、久しぶりですね。
餃子大好き。中華が好き私。でもやっぱ最近は中華と、まあ、餃子とお寿司とが好きですね。ご飯お肉よくよくよく焼き、初めて食の好みがあった。おめでとう、ありがとう。もうくるみちゃんはお肉よく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 焼きぐらいよくよく焼きがいいので、はい、よくよく焼きで食べます。宇都宮餃子、宇都宮餃子はい、ぜひ食べてみたいです。作ったらくるみに自慢しよう。あ、待ってます、飯テロ待ってますあ、お餅も入れたいな、好きな食べ物。皮はパリパリ、もちもち、どっち派？パリパリ、パリパリが好きです。まあもちもちも美味しいんですけど、やっぱりパリパリ。幕張の日、境で餃子フェスあるけど幕張にいる、素晴らしい、ありがとう餃子フェスあるの、いいな。幕張で楽しもうね、餃子パーティー以上に楽しくしようね、よろしくうん、いつまで続けようこのキャラ。ちょっとそろそろ戻ろっかな。もちチーズ餃子とかどうですか？もちチーズ餃子とかあるの？絶対美味しい。私もだよ、ラーメンと一緒に餃子食べたよ今日花火ありがとう。あ、ミラボールありがとう。餃子は週何回食べれる？4。残り3日はお肉かお寿司がいいです願望いろいろ食べれる、食べれるなら、うん、好きなもので縛るならそういう、そうしたいです。レインボースター、ありがとう。本当になんかお寿司にはまりすぎて、まあ、はまるっていうか、もうお寿司ずっと好きなんですけど、別にちっちゃい頃からお寿司大好き。周年祭当たったよ、ありがとう。大好き大好き。16歳ですね。 SK48 16歳。大好き、いただきました、大好きすごい、16周年ってすごいね。好きな寿司のネタはサーモン、エビ、卵、ネギトロです。16周年すごい、すごすぎますね。嬉しいです、16周年お祝いできて。
しかも3日間、だいぶ育ちましたね。素敵ですね。すごいです。ずっとオタクで悲しい。え、なんで？大子さんじゃん。すごいよ。めっちゃ誇りに思って誰すごい、クリモコさんになりたい。でも多分最近、まあ、まだ子さんだよね。今から押してくださってる皆さんはまだ子さんになれる。全然何年目かぐらいからあれなんだろう。私もちっちゃい頃はもうずっとテレビで AKB さんを見て、なんかカードとかありました？カードとかシールとか、もう本当に記憶もうちょっと、もう昔すぎてあんま覚えてないんですけど、すごいなんか知り合いに、そう知り合い、なんかそう私の知り合いの方に、ちょも、なんて言ったらいいのあれ、こういうこういう入れ物にいっぱいカードとかなんかシールとかプッチョとかあったよね。プッチョとかあったの分かんないんだけど、全然もう本当にテレビで見てただけだから、本当に幼稚園ぐらい、小1とか全然覚えてないんだけど、本当いつぐらいだったか。でもなんかそうめっちゃもらってわーいって喜んでました推しメン切り取ってこうチョキ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 してもしてた記憶はあります。あれが何のカードだったかシールだったかは全然わかりません。推しメンはまゆゆさんです。もう大好きでした。本当に。ずっとテレビでまゆゆを目で追って見てました。でテレビの前で一緒に踊れないけど乗ってるっていう。そんな幼少期を過ごしてました。これ何歳から踊ってたの？分かんないけど、まるまるモリモリとか踊ってた。多分めっちゃ踊ってた。まるまるモリモリってめっちゃ踊った。そんぐらいの年から踊り始めてたと思う。めっちゃ懐かしい。え、絶対踊ってた。そう、めっちゃ覚えてる。もう CD とかめあった気がする。いや覚えてないけど、いやあった気がする。え、妖怪ウォッチ、妖怪ウォッチね、妖怪ウォッチ、妖怪ウォッチ、妖怪ウォッチ。え、動画とか残ってないよ。だってほぼ毎日テレビの前にいたもん。え、わかんない、動画とかあるのかな。でも妖怪ウォッチはちょっと大きくなってるかも。え、まるまるもりもりって踊ってたんだよ私。晴れるかなーってやってた。大きく
くなったら空に。TikTok あるのかな、いつか機会があったらやってみます。うんぱありがとう。そんなちっちゃい頃でした。だから戻ってたと思う、そう考えると。ハートありがとう。よう出る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 、うわ懐かしいね。よう出る知ってます。うにゃにゃにゃ、でも最近見たかも。最近知った、うにゃうにゃようだよね。ドラマはわからないんです。ドラマは知らない。やばい、まるまるもりもり、まあ頭から離れない。めっちゃ踊れそうなぐらい覚えてる。めっちゃ踊ってたんだろうね。こんなさ、今にもな、今も覚えてるってさ、お花ありがとう。すごい今いっぱい再生されてます。ドラマ見てみたいな。なんかなんとなくの感じはなんかしてるんだけど、ちゃんと全部見たことなくて。踊んないよ。でもなんか TikTok だったらやりたいね。期待してて。期待しててね、見たいな。うさぎ飼ってたんだ、いいね。私の小学校の先生の担任の先生もうさぎ飼ってました。うさぎ飼ってるって言ってた。小学校か、亀飼ってた。亀のお掃除してました。なんていうの、容器じゃなくて水槽。飼育係みたいな入ってたから、亀のやつお掃除した記憶ある。あと何買ってたかな、なんか長女とか。長女とかいたな教室に。いや大きくないです、もうこれぐらいだった気がする。うん、これぐらい大きいのかな、これって。長女、蝶々、蝶々が部屋にいました。
金魚ありがとう。あ、金魚も買ってたり。いや金魚は買ってないか。買ってないですね。逆に石井製インコいなかったです。インコいなかったですね。カメはいました。カメと長女だけはいました。めっちゃ覚えてる。もう水槽洗ってたから。そう、蝶々が部屋にいました。虫かごに入ってね。虫かごっていうの。奈良金魚有名ですね。この前金魚ミュージアム行った。ちょっと前だけど。私美会員でした。なんかポスターとかをなんかデザインとかなんか絵描いたり、なんか教室の掃除道具が揃ってるかをチェックし回ってた。ホキ何本、雑巾何枚みたいな。ひたすらやる。美を振り向いてはなかったですね。はい、美化してました。学校を美化してました。あとは、え、本当にもうそれぐらい、なんかそれ、なんかその記憶しかないですね。掃除用具点検と、あとひたすらポスター作り、はい、してました。あとはなんかクラブ活動みたいなやつとかでそのドッジボールをしたことがあって、え、その中でドッジボールね、そのクラブ活動の一環でドッジボールをしたことがあって、ひたすらあ、そう、学校全体の美会、あ、そうです、そうです。そうで、ドッジボールをした時にひたすら投げ続けたんですね、球を。ボールをひたすら投げ続けて、しかもドッジボールってまあまあ大きいじゃないですか。ひたすらひたすら投げ続けたら、もう次の日肩が痛すぎて。なんかここの筋肉痛とかまあなかなかならないじゃないですか。だからびっくりしたのを覚えてます。もうね、ドッジボール投げまくったの、本当にもうひたすらひたすら投げてて、でもその時はただ楽しいし、でももう全然投げれないから、めっちゃ頑張ってるんだけど、もう全然投げれなくて、でも楽しいからめっちゃ投げてるみたいな。でももう次の日ここ痛すぎて。ここら辺かな、もうちょっと覚えてないんだけど、ここら辺かも。痛すぎて次の日えってなったの覚えてます。あとね、なんかめっちゃ覚えてるのが、くるみん避ける専門ですよ。ただ全員投げる練習してたんですよ。そうだからめっちゃ投げてて、あとめっちゃ覚えてるのが、腹筋が初めて筋肉痛になった日。朝目が覚めてめっちゃなんか初めての感覚のお腹の痛さがして痛いってなって起き上がれなかったんですよ。もう使えない、お腹が使えなくて、なんだろうと思ったら前日にめっちゃ使ったから、もう腹筋の筋肉痛がめっちゃやばい時があって、起きれないって朝からなってた時がありました。もう起きれないの、もう痛すぎて、もう腹筋か、もう筋肉痛とかじゃない、もう筋肉痛。筋肉痛なんだけど、笑ったら痛いし、もうなんか立ち上がろうとしても痛いし、動けないみたいな、ベッドから。もう痛すぎて、もう初めてあんな腹筋筋肉痛になって、もう動けないと思ったの。もうびっくりしちゃって、それまで腹筋の筋肉痛とかなかったから、そう筋肉痛
本当に痛かった。もうめっちゃ覚えてる。もうベッドの上でもう痛い痛い痛いって言って起き上がれなかった。うん、面白い、懐かしい。結局もうね、普通に学校行ってから多分どうにか起きたんだと思うんですけど、もう痛すぎてめっちゃ覚えてる。もうあの光景、あの感じだったか。あ、面白い。くるみね、骨折ったことないんですよ。骨折ないの私。めっちゃ健康じゃない？いや、骨も骨折もしたことないし、入院とかもしたことなくて、安全。そう、本当にあの時は腹筋筋肉痛記念日です。はい、そう、骨強い、骨強いとかあるんだね。なんか折ったことないんですよね。そう、私ないんですよね。ハートありがとう。そう、入院もしたことないから、お見舞いしか行ったことない。お見舞いしか行ったことないです、入院室は。これからもたくさん記念日作ろうね。作っていこうね。骨密度っていうのがあって、弱い骨はスカスカ。牛乳飲めばいいってこと？くるみ、次の握手会にうちのちびっ子も連れていくね。昨日ありがとう。嬉しい、待ってます。待ってます、嬉しい、ありがとう。ちゃんが折れたら治るか心配になっちゃう。治るか心配になっちゃう。大丈夫です、あのいっぱい牛乳飲みます。でカルシウムって何が一番入ってるんだろう。でもなんか牛乳とかよりヨーグルトとかのが入ってるのかな。どんな、なんか見たことあるな、カルシウムランキングみたいな。入ってるものランキング。あ、小魚か一番入ってる。あ、牛乳じゃないって思ったの、めっちゃ覚えてる。入ってるけど、豆腐、チーズ、煮干し、骨の魚。カルシウム大切。なるほど。エビの尻尾にも入ってるの？そうなんだ。魚の骨か。まあ普通のは食べれないもんね。当たり前。当たり前。カルシウムトークですか？現在カルシウムトーク中です、よろしくお願いします。カルシウムって大切だよねっていう話をしてました。でも骨折してないから骨は丈夫なんだと思う。でもなんか骨折する機会もなかったからあれだけど、カルシウムトーク参考にさせてください。はい、ぜひ。カルシウムトーク、カルシウムトーク、小魚と
チーズと煮干しとが今のところ上がってますね。あと豆腐も入ってるらしいです。サプリメント、なるほど。揚げたら食べれる、あ、そうなんですね。骨、かっぱえびせんもカルシウム入りだな。かっぱえびせんも漏れなくカルシウム入りだそうです。カルシウム欲しい方、クルミシウムが脂肪付属しがち。クルミシウムね、いっぱい会おうね。咳とかでってこと？咳とかで折れるってこと？そういうこともあるんだね。ビタミン D と取ると吸収されやすいよ。太陽の下にいればいいってこと？ビタミン D ってなんだろう。ほうれん草とか？わかんないけど。なんだろうビタミン D。ケロック、ケロックってなんだろう。クルミン不足は、あの本当にもうクルミのことを四六時中24時間365日あのぜひあの思い出していただいて、でぜひあのクルミに会える時までパワーを貯めてお待ちしていただければ、もう会った時多分それが爆発するので、みんなが公園に当たるのをくるみは願って待ってます。元素記号の CA はカリウムじゃなくてクルミニシウム、クルミニシウム、クルミニシウム。ハートありがとう。そうですよ、クルミンから CA しか来る肝心なとこで噛んでる。クルミンからしか摂取できない栄養ってありますからね。そうですよ、ありますよ。卵ボールも入ってるんだ。徳を積んでおきますね。ぜひよろしくお願いします。徳を積むの大切ですからね。干しエビが優勝らしいです。そうなんだ。カルシウム、クルミニシウムはなんぼとってもええもんですから、なんぼとってもええもんですから、クルミニシウム。いいですよ、おすすめです。合ってるかな。クルミニシウム過剰摂取中。やっぱ癒しかな、必要な栄養素は。そうですよ、クルミニシウムぜひ皆さん摂取していってくださいね。ちょっとエビ捕まえて干してきます。売ってる売ってる。売ってないのかな。クルミン、クーちゃんからはいつも癒しをいただいております。ありがとうございます。どうぞ。どうぞ。よしきアイドルくるみちゃん、どうもよろしくお願いします。今日とても癒されております。ありがとうございます。生誕 T シャツ届いたよ、ありがとう。あ、むちゃんと当たってる。ちょっと入れそう。ありがとう。くまちゃんとはこれは何仕様ですか。浴衣着てるんだね。お花もついて花火も上がって、ありがとうございます。ありがとう。よしよし、ありがとうございます。ちょっと見えないからね、しっかり見ました。くるみこさみんも撮りたい。くるみこさみん、くるみこさみんぜひ撮ってください。
いやハトありがとう。手術が少し失敗したし入院なみなみ長引き中クルミンシウムたくさん欲しい。頑張ってねクルミンシウム。いやみんなに届きましたか。いやお届け中。いやみんなにクルミンシウム届け中だよ。みんな受け取ってね。いやありがとうございますが、アーニャ似てる。アーニャってどんなありがとうございます言うの？ありがとうございますみたいな感じかな。クルミンシーはこちらです。クルミンシーこっちかな。いやこれでみんなクルミン摂取していただいてよろしくお願いします。ありがとうございますかな。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございますって言ってた私。ありがとうございます。よろしくございます。またみくちゃんいっぱい接種しますぜひ。いっぱいよろしくお願いします。花火ありがとう。アニョみたい。ありがとうございます。手つなぎ会える、手つなぎ会えるまで英雄いただきました。ありがとうございます。あ、アーニャって下の名前なんだ。アーニャ。森本、アーニャ森本なんだ。ますます。花火ありがとう。すごいこんなゆっくり、なんか前事務所でやった時は、バブルの配信と。ショールームと半々でやったからあれだけど、ショールームこいつからしてた私15分とかで15分過ぎかだから1時間45分約そんぐらい。すごい嬉しい、久しぶりにできてゆっくりショールームできて嬉しいです。ありがとうございます。みんな見に来てくれて。もうちょっとでランキング見ますね。ひょっとしてくるみちゃんも人の心読めるかな。ドキドキ読めるかな。ドキドキアーニャフォージャーだね。フォージャーが上の名前。なるほど。インドネシアから。 Thank you ありがとう。ハロー、ナマステ。違うか、インドネシアってなんだろう。 Thank you バブルバブルライブねしたからね、この前はね。ナマステインドだった、ソーリー。とても面白い。イエーイ。テレマッカシー、テレマッカシー。ハロー。
ラジオ配信した時はバブルおすすめ。ラジオ配信ね、やる時あったらバブルでしたいね。これは7000、盛り上がり度が7000かな。ありがとう。え、55分になっちゃった。ではでは、ちょっと。目薬をさしまして、ではでは今日のランキングを読んでいきたいと思います。そう、ショールームではねラジオ配信できないの、だから映像だよ。バブルでねしたいね、いつか。ではでは今日のランキングを読んでいきます。よし、ではいきます。13位カリフォルニアニャさん、ありがとうございます。13位おめでとう、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そして12位岩崎清さん、ありがとうございます。12位おめでとう、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます、ありがとう。そして11位たくやまるさん、ありがとうございます。たくやまるさん11位おめでとう、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます、ありがとう。そして10位まさはるさん、ありがとうございます。10位おめでとう、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとう。そして9位てつやさん、ありがとうございます。9位おめでとう、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます、ありがとう。そして8位せいきさん、ありがとうございます。8位おめでとう、ありがとうございます。間違えたかと思っちゃった、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そして7位にゃんとさん、ありがとうございます。7位おめでとう、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます、ありがとう。そして6位あんきゅうさん、ありがとうございます。6位おめでとう、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます、ありがとう。そして5位スランプくん、ありがとうございます。スランプくん5位おめでとう、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとう。そして4位マックフロントさん、ありがとうございます。4位おめでとう、ありがとうございます。わーい、ありがとうございます、ありがとう。そして3位ポートグリルさん、ありがとうございます。3位おめでとう、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます、ありがとう。そして2位ブルルさん、ありがとうございます。2位おめでとう、ありがとうございます。イエーイ、ありがとう、おめでとう。そして1位がんばれっとさん、ありがとうございます。1位おめでとう、ありがとう。イエーイ、皆さん今日も配信見に来てくださってありがとうございました。よし、では今日はこの辺で。よしよし、バッチグー。皆さん今日もメイクレシピバブルで載せてみます。需要あるかは分かりませんが、クエストくださった方ありがとうございます。ちょっと待っててください。皆さん今日もお疲れ様でした。おやすみなさい、バイバーイ。
ありがとう来てくれて。またねー、また明日。できるかな、配信できます多分。待っててねー、バイバーイ。おやすみ、おやすみ、バイバーイ。またね、またね、おやすみ、おやすみ。ありがとう来てくれて。みんなくるみの夢見てね、おやすみ。